並べてます。かっこいいなぁ。だからあの時はああいう天気図だったからこういう災害が起きたんだなっていうのを時系列に追っていくと、これは梅雨前線だからこうなったって決めつけるんじゃなくって、天気図をなんかこう素直に見えるみたいな。勉強になるなぁ。すげえ人が出てきた。すごい申し訳ない。これ見たときにね、私は初年度に受かってるんですけど、当初は初年度はまだテキスト売ってないから支援センターが出すテキストじゃないです。で、このまさにこのバインダーの厚さが2冊ボンボンと支援センターで用意されて、これ勉強しろっていうしかなくて、それを思い出しました。いるんだね、そういう人ね。いるんですよ。びっくりしました。いや、今日それだけでも来たよかった。そうですよね。そうそう、ね、びっくりしました。そうなんです。早く受かる人はね、ちゃんとノート作ってますね。ちなみにじゃあこんな中、すべて真似することは多分できないんですけど、おすすめの勉強法、はい、あの不合格体験談の方、おすすめの勉強法を聞きますんでね、聞いてください。おすすめですか、はい、これは良かった。これはなかなか自分の力になったぞ。あったね。やっぱり気象庁の予報で出してる、短期予報の解説資料ですね。やっぱりあれに尽きるかなと思います。短期予報解説を読んで天気図見るみたいな、はい、逆で天気図を見てから自分でこの辺りがこう注目しないといけないんじゃないかってこう色塗りとかしますよね。その後に解説資料を見て、あ、ここも見ないといけないのかっていうのがどんどんこう自分の勉強になるので、あの参考書よりも そういう方がすごいいいものになるんじゃないかなって。なるほど、はい、その一歩手前はどうですか。ちょっとレベルが手前いや、ちょっとハイだったんですけど、その前にもう少し下で役立ったなって思ったんですか。役立ったっていうか、自分的におすすめ勉強、例えばなんか出てきたぞ。また実技しか言ってないので、こう一般あるじゃないですか。これ実はこれこんだけ細い本だったんですよ。もともともうちょっと細い、細かったのがこうなんかメタボっぽくなってきた。メタボですよ、まさに。これなんでこうなっちゃったかっていうと、過去問とかの別冊になってる、毎回出てる、過去問のあれ本ありますよね。あそこに解説とかいろいろ書いてあるから、あれおすすめなんですけど、あそこに書いてあることを図とかは特になんですけど、コピーしてその関係したところにこの本に貼っていくんです。あ、そういうことか。貼っていくんですよ。するとこうやってこの参考書には書いてないけど大事なことっていうのがどんどんこう増えていく感じになって、それ元の方の倍になってるじゃん。すげえ。ちょっとにしてください。高値で売れるの。これオークションに出していいですか。やばいよね。すごくなってるんですけど、これ一冊で全てモーラみたいな感じになるってことですね。もう完璧です。はい。これ一冊やれば絶対もう他の本いらないと思います。集約しちゃったんですね。はい、全部まとめちゃいます。全部まとめちゃって、これを見れば全部大丈夫みたいな。そうです。なるほど。素晴らしい。なんてまた取り手。大学受験で同じ間違いしました。取らしてもらってください。ぜひ。写真撮ってください。これ超おすすめです。これは要するに気象予報士じゃなくても、例えば学校の勉強の役に立つもんな。そうです、そうです。一冊しか見なくていいってやつ。いいです。そうです、そうです。やります、本当に。はい。すげえ。すげえ。すいません、スマホじゃない人たち同士が。すげえ。すげえ。じゃあ、最後にですね、
我らの講座をね、一つだけ受講していただきまして、はい、まあ、模擬試験も購入していただいて、はい、あれですけれども、感想をですね、一つこちらがメリットになるような感想いやいや、教養ちょっと試験勉強を始めた頃からラジオっぽい TV をずっと見てたんですよ。で、もう毎日の日課ですよね。でもう大体更新時間もこの時間だろうなって。すごい。夜中かもしれない。あれなんか今日遅いからちょっと仕事忙しかったかな。なんか変な心配しちゃったとか。ずっと見てて、ラジオっぽい TV で佐々木さんがおっしゃってることが自分の勉強の励みになったり、あ、ここ勉強しなくちゃっていうのがあってこんなこと やっちゃったんです。聞いた、はい、聞いた、聞いた、すげえ、すごくない？講座購入よりむしろそっちってことですか？そうです。だからちょっと無料ですよね。ちょっと無料。すげえな。そう、ありがとうございます。で、はい、12月にもうこれからはもう締めの段階だろうと思ったので、テンコロ模試をガーッと買ったんですよ。ガーッと買いました。全部買いました。最終的に。なかなか印象的な方でした。あそこまでガーッと買う人は多分いない。で、やったらですね、なんか過去問よりも楽しいんですよ。過去問よりもすごい楽しくって、何かっていうと、過去問ってなんか、これ解けなきゃお前落とすぞみたいな、なんか冷たさを感じる。なんか何これみたいな。お前なんでそんなに上から目線でお前はそれは俺受かってないけどみたいな。なるほど。なんですけど、テンコロ星の問題、実技もなんですけど、なんかね、温かいんですよ。なんかね、メッセージがあって、一問一問とかこう流れにすごいメッセージが感じられて、なんか知ってるだけじゃダメだよとか、大気の気持ちをそうイメージしながら解いていく、そういうのが大事なんだよとかっていうのが、あ、なんかこうなんかそういうのが裏にあるのかなって勝手に思っちゃってですね、ああ、だってなんかと楽しいなと思った。すげえ。すげえ持ち上げてもらっちゃった。すごい、大丈夫ですか？すごい高いところからバーンと落とさないでくださいね。めっちゃ上がったね。めっちゃ上がっちゃったね。もう泣きそうだね。うん、すごい感動しています、私も。いい話だわ。で、それで、こんな楽しい模擬試験を作れる人だったら、きっと実技の講座の説明も楽しいんだろうと思って急いで、実技の直前講座に申し込んだんです。これもホームページに申し込みのページができる前から、もう俺受ける、俺受講するって言って で佐々木先生からもうすぐ用意しますねって言ってて、もう自分はもう申し込んでるみたいな。そうでしたね。で、その講座を開けようか聞いて確信しました。あ、やっぱり楽しいっていう、そういうのがメッセージになってるんだな。あ、よかった。やダメじゃんって思われてるね。講座の時の佐々木先生の説明の時の顔というかな、なんか表情というかな、すごい楽しそうに食べてとにかくもう私天気好きって感じてみたいな、そういうのをオタクじゃない感じちゃって、で、あ、その気持ちものすごい大事だなと思って、最後またこれまでの実技の事例を全部読み返して楽しいって気持ちで読み復習したんです。そしたらいい締めになりました。
ありがとうございます。なんかこれめっちゃいいな。嬉しいですね。これそれで一発合格していただいたらもうさらにね。最高だよ。つって。どうしようこれ。トップページやってみようか。今日シュプだ私。本当ありがとうございます。はい、そしてもう本当におめでとうございます。なんとも。130人ですよ、今回の。今回は130人しか合格してません。そして 4.2% です。のお一人。じゃあその最初にさ、受かりやすいんじゃねえかみたいな作戦は逆に失敗だったってことですよね。そのこっちの方が受かりやすいんじゃないかみたいなのは、あ、今回は難しかったと。逆に難しかったってことですか。いや、基準が、まあ…難しかったですか。学科の時は9問ですよね、両方。基準が。そうです私ラッキーだと思いました。あの暗記してないので私理解で言ってるので問題が難しくなればなるほど私のとって有利だったかな。だけでダメだぞ、お前。あこれで100人落ちたな、みたいな。1万得ごとに。そんなあのゲーム感覚で攻略していくみたいな感じの試験の受け方、いいですね。羨ましいです。1問ごと私、心砕けながらやってましたけど。なるほど。もうおすすめしたいけど、なかなか難しい。ということで、すみません、長く聞いちゃいました、はい、こんなお預け状態で、はい、どうもありがとうございました、はい、おめでとうございました。そうだ、プレゼントがあるんですよ。何あ、そんな期待しない。何か合格祝い、うん、そうそう。はい、これからもますますあの解析してください。何がございます。天気図開けちゃっていいですよ。開けちゃおうよ。開けちゃおう。何もらったんだよ。あ、期待すごいハードル上げちゃった。間違って話上げちゃったよ。すごい、すごい今注目されている。すごいなんか恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。うん、私がなんか恥ずかしい。こういうの丁寧に開けるの苦手なんです。あ、いいですね。ベリーでいいですよ。いいね、もう大好きそういう人。超気が合う。やっぱり。ありがとうございます。やっぱりって言うじゃん。何何何何何赤青鉛筆です。このね、赤青が、ね、おー、来たー。必需品です。必需品です、これは、はい、素晴らしい。何が赤青鉛筆だ。持ってる。うん、持ってない。持ってない持ってない。今度あげるよ。今度テンコラ赤青。うん。はい、ありがとうございました。面白い話面白いね。500回記念は全然スケール違うんだよ。すごいですね。やっぱね、やっぱ500回ともなるとね、そんなにパワーアップしてるのかな。確かにね、パワーアップしてるのかな。すごい話。すごすぎる。超かわいい。はい。
書くときのポイントとかなんかそういう意味じゃない回数を書くときに今日埋めるのでなんでこうなるかなんで私がメガネ取ったんですか私はできるんですよ。あんなクソみたいな子やんなくていいです。そう、いやでも何か私は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 何僕今何年中ですか。小学5年生。ガラケーですよ。すごい5年生で小5だよね。だってさ、そしたら下が入らない。下が入らないよ。すればいい。いいよ。どんなの。かわいいよ。そうですよ。これうちM、これなんとかサバイバルできるって言ってたんだよね。サバイバルできるやつですか。あ、いえいえ。これちょっと紹介してるだけじゃないと思います。確かに。いや、で、パラパラってなんか竜巻が来るところみたいな。覚えてる。あ、このお米いい本ですよ。大人でも買っちゃうと思います。だからうち、なんとかサバイバルって全部あるんですよ。えらい、えらい。いいな。この本のどこにハマったらかわいいのか、仲間増えるサバイバル仲間。マジか。全国とかサバイバル、どこのサバイバル仲間。ノブ、ジバノブ。千葉さんの息子さんなんですけど、小学校5年生、異常気象サバイバルってこの本にハマったことない。すごい。ちょっと後で、ちょっととりあえずじゃあ取材させてもらってほしい。ネタも、これはちょっと皆さん見てください。はい、これ中学校用です。これ小学校もあるよ。これ配られる。授業で。あれが出た瞬間に。ちょっと中学校で。なんだこれ。